か。人弁師の言ってたバークレストって店は。いらっしゃい。どうも。あんたよそもんか。なんでまたこんな小汚い店に。小汚い？味があって結構な店だと思うよ。ふん。注文は。そうだな。衣装を偽造してほしいんだけど。うちは酒しか出されへんで。なんか勘違いしてるんちゃうか。カムロ町の人弁師から聞いてきたんだ。俺はこういうもんでね。悪いがもう店閉めるとこや。帰ってくれ。愛想のないマスターだね。はい、もしもし。秋山さんか。お宅は？さっき店で話したばかりや。バークレストのマスター？はあ。やっぱりあんたが人弁師？いや、そうやないけど、あんたに会わせたい人間がおる。小福町の駐車場に来てくれ、今すぐにや。こっちの都合はお構いなし。嫌なら結構や。罠か。あんた何者や。名刺渡したろ。スカイファイナンスって金貸しやってるものでね。人弁師を探してる。ただそれだけさ。仕事は遺書の偽造やったな。一体どういうつもりや。何を探ってる。どういう意味だい。もしかして最近同じような仕事でも受けたのかな。あまり舐めた口聞けないようにした方が話がはかどりそうやな。奇遇だね。俺もそう思ってたところさ。死なん程度に痛めつけたれ。
悪いけど、こっちもいろいろあって気が立ってるんだね。遠慮せずにやらせてもらう。死んでも文句言うなよ。これでやっと落ち着いて話せるな。くそ。ダイナチアのパク・ミレイ知ってるな。誰も助けに来ないぜ、こんな場所。時間はいくらでもある。素直に話さないとこれ以上優しくできないよ。わかった。彼女の衣装を偽造したんだろ。さな、ただ俺は衣装を偽造したい中客を人弁士に紹介しただけ。その客とは電話で話しただけで直接おたりはしてへん。ならその人弁士を教えろ。そいつのところへ連れてってもらおうか。わかった、案内しよう。もしもし。秋山だけど。はい、あの人弁士見つかりました？見つけるには見つけたんだけどね。ちょっとはるかちゃんに協力してもらいたいんだ。え、私に？何をすればいいんですか？それがちょっとね、高岩情報庁のバークレストに来てくれないか。大至急だ。そこってカムロ町の人弁士に聞いたお店でしたよね。そういうこと。じゃあ待ってるから頼んだよ。ええ、わかりました。いや、待ってたよ。どうしたんですか、秋山さん。人弁士はこの店の上の部屋にいる。実を言うと、このマスターのお父さんなんだ。お父さんって、そうだったんですか。お世話になります。いや。それで、私は何をすれば。これからその人弁士に会う。
とにかく一緒に来てくれ。ここだ。はい。モニターに君の画像があったんで、知り合いだと言ってみたらすごい興味を示してね。君をここに連れてくれば何でも話すと。これって最近の人弁士ってのはこんな仕事もやるらしいな。人弁士さん、あなた確か昨日のイベントも覚えててくれたやな。え、知り合い？はい、必ず私のイベントにやってきてくれる方なんです。それじゃいいですね。約束は守ってもらいますよ。ああ、何でも答えたる。ダイナチアのパク社長知ってますね？ああ、この子の事務所の社長さんの名前やろ。あなた、その社長の衣装を偽造しましたか？ああ。誰にそれを頼まれたんですか？客の名前はいつも聞かん。それがこの商売の基本や。せやから名前はわからん。どんな人でした？ちょうどあんたを一回り大きゅうしたような格闘家みたいな体格しとった。多分筋もんや思うけど。俺が事務所でやり合ったやつかもしれないな。パクさんが亡くなった夜に急に頼まれた。パクさん直筆の手帳から筆跡似せて遺書書いてくれ言うてな。多分その時にはもうパクさんは亡くなってたんや思うわ。その男に会いたい。どこに行けば会える？今話したこと以外わしは何にも知らん。次にいつ来るかなんてわからんしな。それじゃどうしようもないな。ただその依頼人の男をいっぺん町で見かけたことがある。車の中やったんやが、その依頼人の男が運転して、後部座席には別の男が乗っとった。多分その男がボスや。でもそんな情報だけじゃどうにも。この話はこっからがミスや。実はその後部座席に乗ってた男、最近テレビでよう見る顔なんや。誰ですか？勝谷直樹。今飛ぶ鳥落とす勢いの大阪芸能ってタレント事務所の社長や。大阪芸能？ダイナチアとは商売敵になるわけだな。大阪芸能の勝谷直樹、そいつがパク社長を殺した黒幕なのか。わしが知ってんのはこれだけや。十分です。ありがとうございます。それはそうと、アルカちゃん、プリンセスリーグの決勝ちゃんと出るんやで。え、実はわしな、若い頃あたっとこの社長さんパクさんの大ファンやった。社長の？こない偽物ばっかし作るような家業をしとるとな、作り物はすぐに見抜けるようになってまう。作り笑い、作り話、それに顔そのものを作られた人間、全部や。世の中偽物ばっかしや。テレビにしてもほんまのことなんかほとんどあらへん。けどな、たまに見かけるんや。ほんまもんの人間がありのままに生きて頑張っとる姿っちゅうの。そういう時、こんなわしでも心が救われる気するわ。人弁士さん、パクさんとハルカちゃんの笑顔には心がある。きっと世の中の業さんの人が見たいのはそういう笑顔や。頑張るんやで、ハルカちゃん。あんたには
パクさんの夢を受け継ぐ資格がある。またテレビの向こう側から最高の笑顔見せてや。はい。まだ何とも言えないけど、大阪芸能の勝也って男に会ってみるしかないな。今から行ってみますか？いや、明日大阪芸能に直接乗り込む。会社にいる時を狙って不意打ちするのがいいだろうね。君は大阪芸能に顔が割れてるだろうし、俺が行くよ。それでいいね。ええ、お願いします。よし、それじゃあ今日のパクさん事件の調査はここまでにしよう。そういや腹減ったな。どうだい、たまには夕飯一緒に食って気晴らしでもしないか。こっちに来てからはるかちゃんとは暗い話ばっかりだったからな。何でもご馳走するよ。そうでしたね。ご馳走になります、秋山さん。よし、それじゃあ何食べようか。そうだな、大阪って言えばたこ焼きか。いや、夕飯でたこ焼きってのもなんだな。お好み焼きにするか。いや、ちょっと待て、よく考えたらはるかちゃん大阪に住んでんだもんな。そんなもの食い飽きてるだろうし。あの、秋山さん、私は何でも。大阪の名物って他に何がある？フグ？いや、焼肉か。いや、そりゃカニもあったな。え？いや、ダメだ、はるかちゃんまだ高校生。そんな年寄りが食うようなものを好きじゃないか。それなら、あの…ん？カニ…カニを…食べてみたいです。え？カニ？食べてみたいって…君…一度も食べたことないんです、かまぼこ以外のやつ。はるかちゃん…よし、それじゃあカニ道楽行こう。好きなだけ本物のカニ食べていいぞ。はい。もしもし。山浦や、さっき蒼天テレビから明日のプリンセスリーグの降板表送られてきたわ。明日プリンセスリーグに出演してもらうで。ええな。はい。なあ、はるか、忘れてへんよね。負けたら大阪芸能に入るっちゅう約束。ええ。あんた大丈夫なの？私、大阪芸能には負けませんから。大丈夫です、任せてください。オッケー、わかった。ほんだら明日朝一で事務所来て、クリスティーナと私で最終確認のレッスンしよう。言うとくけど、 D セットチューンは心はクズでもダンスと歌にかけたらここ数年でもトップの実力を持ったコンビや。気持ちだけで勝てる相手やない。なめてかかったらあかん。ええな。はい、わかってます。ほんならおやすみ。